中川コロナワールドは、愛知県名古屋市中川区江松三丁目110にある、複合型娯楽施設、愛知県小牧市に本社を置く、コロナワールドが運営している。1995年12月23日、愛知県小牧市に本社を置く、コロナワールドによって、国道1号の三日月橋に沈めに中川、コロナワールドがオープンした。 映画館の中川コロナシネマワールドを各都市、パチンコ店、ボーリング場などが同日にオープンしている。同日には、安城市に安城コロナワールドもオープンしており、中川と安城の両施設はコロナグループの集大成と位置づけられている。2013年4月にはリニューアルオープンし、中川コロナシネマワールドに日本で初めてとなる4デラックスが導入された。 4デラックスは子供などに人気があり、アメージングスパイダーマンには全国の劇場別興行収入ランキングで1位になった週もある。中川コロナシネマワールドは全12スクリーン、計1610席の映画館である。公共交通機関でのアクセスが不便な場所にあるため、JR 関西本線の発端駅。 名古屋市営地下鉄東山線の高畑駅から無料シャトルバスが運行されている。一応これらの駅から名古屋市営バスでもアクセス可能。最寄りバス停は江松で本数の多い一つ手前の県屋からも比較的近い。県屋バス停からは新川に架か,かる三日月橋を渡る必要がある。距離的には近鉄名古屋線の伏谷駅が最寄りの鉄道駅となるが、 徒歩で30分以上かかる。ありがとうございます。